あ、どうも、選者を務めさせていただきます、佐々木美人と申します、僕のですね、短歌の師匠であったの岡井隆先生はですね、ご自分の作家心情をこう瞬間を永遠とする志と、表現されてたんですね。おそらくね、ほとんどの歌人の方が似たような、心情を持って歌を詠んでると思うんですけど、まあ、皆さんもですね、生きててよかったと思えた瞬間とか、悲しかったけどそれがきっかけで自分が変われたと思う瞬間とか、未だにね、何か説明つかない謎めいた瞬間とか、それぞれのね、人生上の数々のこう忘れがたい瞬間をぜひこの五七五七七の定型に収めて、そういった瞬間をね、ぜひ永遠にしてもらえればと思っています。ぜひご投稿ください。